2日午前、東京 JR 新宿駅の交番で刃物を持った2人組の男が暴れているという想定の訓練が行われました。警視庁新宿署の井ノ口徹署長は、刃物を使用した凶悪事件が相次いでいるので、今後も訓練を徹底していくとしています。訓練では警棒を使って刃物を叩き落とす手順や、盾やさすまたを使って男らを制圧し逮捕する方法などが確認されました。